はいキャプテンアスのバイブルトークです5月の17日火曜日、えー、エステル記今日で最後ですエステル記の今日は9章の20から25そして10章なんですけども10章昨日まあ9章やりましたね10章をやりますで読みますと10章一節「クセルクセス王は本土と海の島々に区域を課した彼の権威と勇気による全ての功績 王に重んじられたモルデカイの偉大さについての詳細それはメディアとペルシャの王の歴代史に確かに記されている実にユダヤ人モルデカイはクセルクセス王の次の位にあってユダヤ人にとっては大いなるものであり多くの同胞たちに敬愛された彼は自分の民の幸福を求め自分の全民族に平和を語るものであったということで まあ、3節で終わるんですけども、ねえー、たったの3節10章ただこの中に大事なことが、ね、いくつか書かれてましてまず一つ目は、えー、このエステルキって歴史書なんですよねまあ書章のうちの一つなんですけどもでも歴史なんですよ歴史でちなみにあのこの間言ったダニエルもあれ予言書じゃなくて歴史なんですね。 あの歴史で歴史というもののすごく重要性がこの今回の話の中にも王の年代記といって要は歴史ですよあの、まあ、この物語の中ではついこの間の歴史としてねモルデイがこんなことをしたって出ましたけどそれがずっと続いてると、えー「メディアとペレシャの王の歴代史」って書かますけども歴史つまり誰かが「 記録するっていうことすごく大事なことですね。えー、記録について書かれています。王の日誌、日誌、年代誌、歴代誌、エステル記の六章でそうですねあのー、登場しました。でそれが物語を大きく動かしました。ねキーポイントになりました。でエズこれからね明日からやるエズラキエズラキでも六章で クロス王の命令が記された巻物つまり歴史書の発見がこの神の宮を建て上げるということのこう、ね、切り札になってくるわけですね。えー、さらに第一代歴代史はそれこそ聖書の中の歴代史はユダヤの王たちの記録歴史の記録であって絵面この、ね、著者は絵面であるというふうに言われています。 学者というかね、まあ、記したあのエズラは立法学者ソーフェールっつって立法学者なんですけども立法学者の仕事はあのイエスと喧嘩するのが仕事じゃなくて立法学者の仕事エズラの仕事は学びるるしし実行し教えることなんですね今度また詳しくやりますけど立法とか歴史を学びで立法もある意味歴史聖書っていうのは歴史ですよねあの予言であり、えー、歴史であるとでそれを 学びそして記しそれを実行し教えるっていうことがその仕事の結果がの一つがエステルととという形でで私たたちは読むことができたと、えー、日々聖書からね語られるこのねものをディボーションとして恵みね、えー、その語られる恵みに気づいてそして日々の出来事をディボーションノートとして残すこと。 それもねいつか読まれて「あそういえばこんなことあった」って読んでね自分でそしてそれを読む誰かの人生を根本から変える記録としてとても重要であると、えー、私は信じます。で自分はこの頃あの何年か前まではディボーションノートにしてましたそのノートを書いた毎日の、ね、ディボーションを例えば LINE でこうグループにこう送信したり。 でここ数年、えー、YouTube にしてますこれ毎日これやってるのは別にこれ解釈ん聖書解釈してるわけでもなくこれディボーションノートのつもりで自分はやってますので、えー、まあ見てくれても見てくれなくてもうちの母親なんか見るとねお前の言ってくるの全然わかんないあ当たり前なんですよね。 聖書読んでる人が同じとこ読んでる人が見たら分かるかもしれないけども読んでない人が見てもちんぷんかんぷんですしで何より別にあの分かってなくても自分が見てね後であこんなこと考えてたんだって分かればいいなと思ってやってますので、あのーまあ、そういうふうに思って頂ければと思います。で自分どんな YouTube よりも俺自分の話面白いなって結構思うんですけどね。あのー、まあ、えー、それははいいいや、はい でもう一つ、モールデカイについて、モールデカイは結局ハマンに代わってナンバー2になりましたそしてただハマンとは全然違う全く違うしクセルクセス王とも違う、えー、ユダヤ人にとって大いなるものであり多くの同胞たちに敬愛されたそれはなぜかというと彼は自分の民の幸福を求めたからですよね。 自分の全民族に平和を語りそして自分の民の幸福を求めるものであったと。ねえー、なかなかそういう王様っていうかねそういう、えー、このリーダーってなかなかいないと思います。あのー、なかなかいないです。えー、まあそれに近いまあいいや、えー。ということでですね。あとエステルキーこれね。 あの人によってはこれキアスマス構造的な形になってるっていいますけどそのうちの一つが最初に出てきたのが自分中心のクセル、えー、権力を持つクセルクセスをで最後にでもその権力を持ったものとして、えー、このねモルデカイが書かれていることこれも一つの対比、えー、になっているようなことを 思ったりもしましたはいということでこの流れでですね歴史ということのところに、えー、こうちょっとね注目を置きながら絵面記の方にだよね明日から絵面記だよね絵面一章からね見ていきたいと思いますそれではまたごきげんよう